では、ティモシー・エヴァンス、責任人間開発ネットワーク保険営業委員局長、お願いいたします。ありがとうございます。大臣閣下、麻生副総理、財務大臣、国会議員の先生方、それから保険の各国の大臣、UHC の同僚の皆様。 UHC に関する保健協同研究に代わりまして、ご歓迎申し上げます。本日は非常にエクサイティングなイベントだと考えております。昨日はテクニカル側面の議論をいたしました。このプログラムで行いましたケーススタディについて議論したところです。より広範なグループが結集いたしまして、議論したところです。本日は政策目に力点を置いて またこの研究が示唆する意味合いについて考えたいと思いますこの研究プロジェクトは2年間取り行ってまいりましたそしてこの先旅路を続けまして高級的に UHC を追求する動きにつなげられればと思っています日本政府の皆様にこの研究に 全面的なご支援いただきましたこと、パートナーシップいただきましたこと、深く御礼申し上げます。この先の連携を楽しみにしたいと思いますし、素晴らしい一日になりますことを願っております。あありりががととううごござざいいまます much, エバスさんありがとうございました